徳川園は愛知県名古屋市東区徳川町にある日本庭園。隣接して国宝の源氏物語絵巻を展示することで有名な徳川美術館や河内本源氏物語を所蔵する名古屋市放送文庫がある1695年に造営された終わり藩二代藩主徳川光友の隠居所の大曽根お屋敷跡に 築造された地仙海有識の大名庭園である。園内に配置された山、大曽根の滝、渓流、流仙湖、牡丹園、勝武殿はそれぞれ、基礎山脈、基礎山仙、伊勢湾、能尾平野に見立てられてのものであり、自然の景観を凝縮している。これは、尾張国の土地柄の豊かさを表現したものである。また、園内の流門の滝は、尾張藩江戸下屋敷、 富山荘跡から発掘された龍門の滝の遺構を移設したものである。通常の流量は多くはないが、約20分おきに激流となる仕掛けを施して、下流にある飛び石を水に沈めるというかつての富山荘でのエピソードを再現したものとなっている。随流亭は、尾張徳川家が小田浦祭を流祖とする浦久流を徴用していたことから、浦久好みとした三条代目の茶室である。 にじり口手前の灯籠も、裏区好みの灯籠を再現したものである。敷地から離れて、西に、ロータリーがあり、そこには、古いドとヤブツバ椿の姿が見えるが、これも古くは、徳川園の一部であった。古いドは、明治期に作られたもの。ヤブツバ椿は、元は、三つとものお手植えだったが、やはり、太平洋戦争時に失われたものの、今は、その二代目が植えられている。 その西側の黒門は、明治22年に混流された家焼き作りの三権役員門であり、前妻を免れた徳川邸の遺構として、今日に大名屋敷の記憶を止めている。元は、尾張徳川家の大曽根別邸で、二代藩主、三友の時代、1694年、または1695年に隠居所として建造された。三友の没後大曽根別邸は、 尾張り半家老のなる瀬や、石川や、渡辺家に渡る。1889年、尾張徳川家の手に戻りその邸宅となったが、1931年、尾張徳川や第19代当主、徳川義地により、名古屋市に寄贈された。だが、1945年名古屋大空襲に被災して、破壊された。1946年4月に、 青井公園の名称で再開し、1989年4月に徳川園と改称された。青井公園の名称であった期間も地元では認知されず、相変わらず徳川園と通称されていたという。2005年に日本庭園として再び造営された。ありがとうございます。